1年生の時からインカレ優勝1回もしてないので、自分たちの代で最後しっかり優勝して締めたいと思ってます。インカレで日本一目指してやってきたんで、やっぱり特別な気持ちはあります。悔しいの一言につきます、ね、インカレに向けて1年間ずっとやってきたんで、まあ、結果が、まあ、2位だったんですけど、まあ、自分たちのハンドボールができたかなと思ってます。後悔はないって言ったら嘘になるんですけど、まあ、やりきったかなっていう感じです。実業団に行きますので、日体大で4年間しっかり走り込んでますから、そこのところは実業団行っても対応できるんじゃないかなと、私はそういうふうに思ってます。日の丸つけて、ぜひやってもらいたい、それだけの素質が私はあると思ってますので、あとは彼が実業団でどれだけ頑張ってくれるかということかと思いますけど、
本代表に入って世界と戦って勝ちたいです。